皆さんこんばんは。エクスカリバースイムのナリです。今日は、インスタグラム合同企画質問に答えてみましたのコーナーです。イエーイ。はい、ということで今日はね、たくさん1週間前ぐらい1週間前ぐらいにちょっとね、質問を募集して動画でちょっと答えていきますっていう風に言って、インスタのストーリーかなの方で言ったんですけど、もう結構たくさん質問来ました。その中で、まあ一気にね、こう全部紹介しようと思うとなかなか数が多くて難しいんで、その中で僕がちょっとこの質問いいなと思ったのを6つちょっと抜粋して紹介したいと思います。はい、じゃあ1つ目、水泳が苦手なのですが、うまくするために努力した方がいいことって何でしょうか。水泳が苦手なのですが、うまくなるために努力した、まずやっぱり力を抜いてやっぱ水に浮くっていうのがやっぱり一番基本となる部分になるので、やっぱりこう力が入った状態っていうのは作らない方がいいと思います。まずこうプールで節浮き、もう本当に浮けないんだったらキック板に手乗せて楽にこうふーっとこう足を上げていくっていう動作をずっと続けてもらう、でその浮く感覚を覚えてもらうっていうのが一番いいかなっていうふうに思います。はい、で2番目の質問いきましょう。視力が悪い競泳選手はコンタクトを使っていますか。使っている場合、何日用ですか。僕も視力の方はあんまり良くないんですけど、もう 0.7、 最近悪くなってパソコンばっかり見てるんで悪くなって 0.4 ぐらいしかなかったりするんですけど、僕はコンタクトつけないです。なんで取り外しめんどくさかったりとか、ゴーグルの中水入った時にもうかなり痛くなったりとかするっていうのは聞くので、コンタクトはしないです。だから電光掲示板見るときも目細めないと見えないですし、まあなかなかね、つけたり外したりがめんどくさい方はつけない方がいいんじゃないかなというふうに思います。ただ僕の友人とかでもコンタクトを使ってる選手いっぱいいてるんですけど、まあ何日用ですかって聞かれたんですけど、やっぱワンデーの選手が多いです。やっぱ衛生面見てもワンデー1日でこう付け替えてってもらう方がいいんじゃないかなというふうに思います。はい、では3つ目いきましょう。プロテイン何飲んでますか。僕はね、ちょっと海外製のやつ飲んでるんですけど、ちょっとジュニアの子とかだとあんまりおすすめできないかなとは思うんですけど、ね、一応ホエープロテインの大きいの飲んでます。マッスルテック社のマステックっていうのを飲んでます。これ 何キロだ、書いてるの 3.18 キロなんですけど、これで6800円ぐらいでアイハーブで売ってるので、また概要欄にリンク載せとくので、気になる方はそこから探してもらえればいいかなというふうに思います。一応ね、これスプーン、めっちゃでっかいスクープがあるんですけど、中にスプーンか、ワンスクープで350キロカロリーぐらいあるんですよ。すごいっすよ、3スクープで1030キロカロリーなんで、だいたい350弱ぐらいカロリーがあるので、体を大きくしたいとかいう人はぜひ取ってもらえるといいかなと思います。はい、では次の質問いきましょう。今までで一番きつかった練習、いろいろあるんですけど、
今まで一番きつかった練習、基本的にイージーできないっていうのがすごいしんどかったなっていうのが、ノイジーダイブでクレイジーダイブっていうのがあったんですけど、もう1本目から全力でダイブして、でそれを5本続けていく、サークル何秒だったら3分サークルぐらい、結構短かったんですけど3分でやったら、僕背泳ぎの選手だったので最初59秒ぐらいで行って、長水路ですよ、長水路で、その2本目が1分0秒か1秒かぐらいで、3本目4本目はもう1分7秒8秒どんどん落ちていって、ラスト1分12秒ぐらいかかるっていうね、もう乳酸に完全に耐えきれなくなって、もう浮いてしまうっていう形の練習が一番、まあ、メンタル的にもしんどいですし、あとはもう二度とやりたくないっていう気持ちにさせられました。でそれが終わってから、アンダーウォーター潜水キックのセットがあったんですけど、25、4回をセットやったかな、6セットぐらいやったんですけど、それで1本目、2本目、3本目まではアンダーウォーター潜水キックで、ラストはフローティング浮いた状態からタッチまでダッシュっていうのがあって、途中でもうコーチに浮いてくんなとか言われて、いやいや無理だろうと思いながらやったんですけど、それが一番きつかったかなというふうに思います。その頃鼻栓僕バサロ打つ時鼻栓するんですけど、それまで鼻栓は全く使ってなくって、それからその練習でしんどい思いをしてから鼻栓をつけるようになったら潜れるようになったので、ぜひ上向いて潜るのが苦手な人は鼻栓も使ってみてください。はい、で5つ目の質問いきます。小一の娘、体が小さい方です。小さいならではの意識した練習方法はありますか？小さいならではの意識した練習方法はありますか？まあ小学校1年生なんで、まあ、小さい間はゴールデンエイジって言って、もうこれからもう成長どん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 ねしていく時になりますので、いろんな種目をやってもらいたいなというふうに思います。バタフライ、背泳ぎ、平泳ぎ、クロール、基本は4種目バランスよくこう泳いでいく。で4種目のレベルが上がってくると1種目のレベルも必ず上がってくるので、4種目バランスよく練習してもらいたいなというふうに思います。で体が小さいのでって、言われたんですけど小さいならではの練習っていうと、やっぱり手足が短いので回転数を意識したトレーニングを行うといいかなというふうに思います。やっぱり回転数っていうのは強度になるので、例えば1キロのダンベルを手に持って10秒間で10回上げるのと、10秒間で30回上げるのどっちがしんどいですかって言われた時に、やっぱり10秒間で30回上げる方がしんどいと思います。これ実際ね、分かんないなって方はやっていただけるといいかなと思うんですけど、ペットボトルとかでも全然しんどいかなというふうに思うので、やっぱりこう短い時間の間にたくさん回転させるっていう練習をやってると、レースの後半までしっかり持つようになってくるかなと思うので、強度の高い練習がしたいって方はね、ぜひやっていただけるといいのかなというふうに思います。はい、では6つ目の、質問いきましょう。競泳で得た教訓や考え方はありますか？まあ、競泳で得たって言ったらあれなんですけど、僕のモットーはやっぱり継続は力なりって言って、やっぱ続けることが一番大事かなっていうふうに思います。やっぱちっちゃい頃からこうずっと水泳続けてやってきてるんですけど、まあ、まあ今もやってるんですけどやっぱりこう、まあ、続けていくことでこう、まあ、壁にぶち当たることもあるし、まあ、そのままうまいこと壁にも当たらずに結果出ることももちろんあるんですけど、やっぱりこうやっぱ続けていくっていうその過程がすごい大事で、その過程があって結果が出たのか、過程がなくて結果が出たのかで、多分その結果出た時に
その今までどうしてきたのかなって自分で考えるんですよ、逆算して。でそうなった時にやっぱり家庭がしっかりしてる人っていうのはやっぱり結果もものすごい結果が出るかなと思いますし、やっぱ家庭がしっかりしてないのに結果出たっていうのは多分成長期だとか体が大きくなったとかそういったところに要因があるかなというふうに思うので、あんま努力してないのにベスト出ちゃったなとかいう人はちょっと要注意かなというふうに思います。多分それはテクニック的な要素が上手くなってるんじゃなくて体がちょっと大きくなってパワーがついたからベストが出たとか多分そういう風な形になるのかなというふうに思うんで、やっぱりこう続けることを特にこうジュニアスイマーとかはね、習い事があってちょっと忙しいから水泳やめようかなとか多分思ってる子も多分いてると思うんで、やっぱりこう最後までやり遂げるっていうのはすごい大事なことかなっていうふうに思います。あとこれが教訓なんですけど、考え方はやっぱりこう前半から何事も攻めるのが大事かなというふうに思います。やっぱり勢い大事なんで、泳ぐことだけじゃなくってこう何事も積極的に、取り組むことが大事かなというふうに思います。原則競技なんでトップスピードでこうバーンってこう上げる練習が大事なんで、どんだけその壁蹴った後スタートの後の速度を引っ張っていけるかっていうのがすごい大事になってくると思います。はい、ので、やっぱり出だしの部分っていうのはすごい重要なので、出足で遅れちゃったらもう勝てなくなっちゃうんで、やっぱりこう何事もスタートダッシュってすごい大事かなというふうに思います。まあ、多分あれですよね、学校とかでもテストだったりとかも多分そうなんじゃないかなというふうに思います。やっぱ成績ってそんな最初は大差ないんですけど、ある日こうバンってこう 出られた時に多分勝てなくなっちゃうんで、やっぱスタートダッシュでしっかり点数を取るとか多分そういうのって大事になるかなと思うので、何事も早め早めに積極的に行動するといいと思います。はい、長々ねこう紹介してったんですけど、またこういうね企画やっていこうと思いますので、また皆さんストーリーの方も、チェックお願いします。またさっきのプロテインの、リンクだとか、あとは、僕の友人でエクスカリバーのチームの一員なんですけど、田中裕二っていうメンバーが岡崎市、愛知県の岡崎市で、パーソナルトレーニングをしてるので、それもリンクに載せてますので、もし気になる方がいれば見ていただきたいなというふうに思います。概要欄に全て載せてます。はい、ではまた3月7日ですかねにマスターズに向けてしっかりね、練習していこうと思いますので、皆さん応援よろしくお願いします。バイバーイ。